皆さん、こんにちは。僕はモテないから女性をドキドキさせることもできない。こんなモテない俺はずっと誰かと抱き合うことなんてできないんだ。そんな風に落ち込んでいる男性に朗報です。世の中にはいわゆるモテない男を好きになる女性もいっぱいいるんです。きっとあなたがまだそんな女性に出会えていないだけ。モテないなんて悩んだことないよと自分に自信があるけど周りが見えていない男性ほど意外と女性からは全然魅力的に見えないわ、なんでそんなに自信があるのかしらと冷静に惹かれることが多いです。そしてそれに気づけていないのもモテると勘違いしている男性の良くないところでもありますが、今日はその話は置いておいて、今日は女性が抱いてほしいと感じてしまう男性の基本的な共通点を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。いや、俺はそもそもモテないから論外なんて思っちゃっていませんか？大丈夫、ひもてさんでもできますよ。それでは行きましょう。1、いつでも女性を尊重している。女性が身を任せたいと思う男性はいつも女性を尊重しています。女性と接する時の話し方や言葉遣い、態度の違いで印象はガラッと変わります。単純なことから言うと、女性のことをしっかり名前で呼ぶだとか、お前とかあいつとか言われている女性って意外と多くて、でも本当は嫌いなんです。だから相手の女性のことは必ず〇〇さんだとか〇〇ちゃんと言いましょう。あとはバカにしたり見下したりするようなことを言われると女性は内心かなり傷つく、もしくは怒ってしまうのは当たり前。そんな言われ方をされてる女性を見つけた時に、もしあなたも周りに空気を合わせて薄笑いしていたらもったいない。そんな姿も女性には見られていますよ。あとは誰か他の人を見下すような話や自慢話が永遠に続く男性も女性としては抵抗があります。それよりも女性の気持ちを理解しようとしっかり話を聞いてくれる姿勢がある男性に、女性としてはそんな真剣に話を聞いてくれて嬉しいと胸がうずうずしちゃいます。体と心はリンクしていますからね。心がうずうずしていたら体もうずうずしてきちゃうのは時間の問題。2、しっかり話を聞いてくれる。真剣に話を聞いてくれることが女性は嬉しいとお話ししましたが、抱くことしか頭になくて、そのために上辺だけ聞いているふりはよくありませんよ。気持ちがない状態で会話をしても相当対応慣れしていないとすぐバレますね。モテないと思っている男性はきっとそういったところも不慣れなのかもしれませんので、まずはただただ相手に対して真剣に向き合いましょう。そして相手の言葉を繰り返すのが簡単でおすすめ。例えば、今日営業先の人に傷つくこと言われて言い方がすごく怖かったんですと愚痴った女性に対して、そんな言い方、ほんとそんな言い方しなくてもですよね、ひどいなと同じことを繰り返すだけ。きちんと聞いていればできますし、すごく共感している感じが伝わりますよね。きっとあなたが抱きたいと感じる女性なのですから、見た目も性格もあなたにとって魅力的なはず。その気持ちをそのまま大切にして、少し結末の想像ばかりするのはおやすみなさい。ちゃんと話を聞いて受け答えをすること。その効果はおのずと後からついてきますよ。3、自分の好きなことに自信を持っている。女性は意外とオタク気質な人が好きな場合があります。あなたはそんな話興味ないと思われることを恐れて、自分の好きなことを隠して熱く語ることを避けたりしていませんか？というより、その夢中になっていることに一生懸命すぎて恋愛が二の次になっていたという人、もしくはその真意が趣味だけを見るようにして恋愛に向き合う勇気がなかったという人もいるかもしれませんが、自分の真剣に好きなことをまっすぐに信じている人は意外と女性からすると面白い存在です。この面白いとは決してバカにする気持ちではありません。もちろん中にはそういう相手を下に見る思考の狭い女性もいますが、きちんと相手の人間性を見ようとする女性なら話を聞いていて面白いと感じるんです。漫画、バイク、車、改造、パソコン、鉄道、ゲームなどなど、きっといろいろありますよね。キャンプ、登山、料理などなら比較的女性にも踏み込みやすいジャンルですが、それ以外は理解しにくいと言われてしまいそうと思う人は多いはず。
でも女性にだってそういうオタク気質な人はいますよね。アイドル、K-POP、漫画、アニメ、コスプレなどなど。あなたが同性の人から、え、お前そんな趣味あるの？と惹かれた経験があって、もちろん女性にも同じように惹かれるだろうと思っているならば、否定した人と目の前の女性はちょっと違うという可能性をしっかり信じましょう。普段は静かなのに、急に好きなことに対して熱心に語り出す必死な姿とか、私なら可愛いと思っちゃうんですけどね。4. ありがとうを欲しがらない。例えば食事に行っておごった時に、おごってあげたではなく、僕がただ払いたかったという男性は女性にいい男と思われます。親切を押し付ける男性は女性はただ息苦しいのです。ありがとうって言われたくて何かをするのではなく、ただあげたくてする。そんな気持ちがある男性が心から素敵だなって思われます。男としてというよりも人間としてキラキラしてると思えるんです。そういうもらおうとしないで与えられる人は結局良いものを返してもらっているし、欲しいものを手に入れています。ほら、結果は後からついてくるってことなんです。今日は俺のおごりな。ほら、俺が送ってやるよ。だからいいだろ、なんてお下品なこと言われたら、断れない弱い女性以外はみんなアウトです。一緒にご飯食べてくれてありがとう。心配だから送らせて。まださよならしたくないね、なんて言ってくる男性には、私もまだ離れたくないと言いたくなりますね。5. 他の人と比べない。あなたは他の誰かと比べられたら嫌だと思いませんか？それは女性も同じです。〇〇なところが特に素敵、みんなには変だって言われてたけど、僕は君のそんなところが好き、なんて言われると誰とも比べられずに個性を認めてもらえて女性は嬉しくなります。他人と比べるのが NG でも、僕自身と比べるのは OK。 例えば、〇〇ちゃんは僕にないものを持っている気がする、一緒にいるとなんだか元気出るんだよ、みたいな感じ。そんなことを言われると女性は、私は必要とされているんだなと自己肯定感が高まります。マイナスな気持ちがなくなっていくことで、目の前にいるあなたに対しても前向きに接するようになります。そして比べないといえば、ベッドの上でも、ベッドでも今までの女性と比較されたら嫌だ、あいつの方がうまかった、あいつの方が気持ちよかったなんて思われてたら悲しいって絶対女性は思うんです。そういうところは恋愛経験が多くて慣れている男性なら気持ちいいよって上手に言うかもしれませんが、女性としてはモテないイコール経験が少ない男性に安心感がある場合も多いです。誰とも比較されないという意味ですね。もしかしたらあなたの知られざる才能が開花して、女性の方があなたの虜になることだってあります。経験が少ないことを決してマイナスに考えないでくださいね。Sっ気のある女性や母性本能が強い女性はとびっきり大好物なんです。以上、女性が抱いてほしいと感じてしまう男の特徴についてご紹介しました。女性と会う時には必ず清潔にしましょう。やはりキスしたいお口、触りたい肌、くしゃくしゃにしたい髪の毛、すべてにおいて清潔感が絶対必要です。いくら優しくていくら尊重してくれる男性でも清潔感が足りないともったいない。逆に気にして香水をつけすぎるのも苦手な女性は多いので気をつけた方がいいですよ。普段から綺麗にしておくことが大切。モテない男性はもしかしたら自分でモテないと思い込んでいる男性なのではないかと私は思います。モテない、もしくはモテた経験がないから自信がないというあなたは、きっととても女性に優しくできると思います。その優しさがゆえに悪い女性に引っかからないか逆に心配になるくらい。体と知識だけが成長して心がまだまだ子供の男性は多いです。でも体も心もしっかり大人の男なのに、経験が少ないというだけで自信が持てず、もったいないことになっている、そんな男性も多いですよね。俺はモテないと思っているあなたはなぜそう思うのですか？あなたは大勢にモテたいのですか？それとも目の前のただ一人の女性にモテたいのですか？もしかしたらもう少し勇気を出してみたり、相性のいい女性に出会うことができれば、きっとあなた自身も自分の魅力に気づき自信が持てます。それに気づかせてくれるような女性に出会うべきなのです。そうなればあっという間に彼女の温かさをベッドの中で感じることができます。確実に。もっとたくさんの出会いを大切にしましょう。
目の前の一人一人にまっすぐに向き合ってみてくださいね。では、今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。